はい、レオンチャンネルです。今年も始まったぜ。スーパー戦隊のチョコキャンペーンのやつ、今週にルパレンパトレンチョコが1個100円で発売して、箱の形とかはいつも通りですが、お菓子の形状が変わって大当たりが出ればゲットで、スーパー戦隊チョコキャンペーン限定 VS ビークルシリーズライトセット。あ、これライト版なんだ。デラックス版じゃないんだね。ライト版はデラックスと同じように認識プレートがつきながらも小型で変形ギミックがなくって、1個350円のコンパクトなやつなんですが、要は食玩とかガシャポンのやつですよね。それのメッキ版。あ、そっか、なんかパッケージ見た感じデラックス版かなと思ったけど、が2000名様に当たる。応募締め切りは来年の3月15で、この PDF を押すと応募用紙のダウンロードがいつも通りできますし、まず大当たりが当たればスペシャルダイヤルファイターとトリガーマシンのスペシャルカラーバージョン、キラキラメッキバージョンがもらえるって感じで、遊び方は VS チェンジャーにセットして音声が鳴るって感じですが、でもオリジナル音声って書いてあるから一応専用サウンドで連動すると。大当たりシールが出れば1枚で必ずプレゼント。大当たりシールが欲しい。で、応募券を3枚集めて応募抽選で毎月100名様に当たるということで、最速では3月末より順次発送で、とりあえずこのページは概要欄にリンクを貼っておきますが、とりあえずは手始めに10個を買ってきました。さらに今回はこれの大当たりを調べつつ、過去に発売したキューレンジャーチョコとか、まあ、これは現行で発売しておりますが、仮面ライダービルドチョコ、どれも同じようなキャンペーンをやってるスーパーヒーロータイム系のチョコですが、この3種類のチョコ菓子の中で一番僕が美味しいと思うのはどれかも頂上決戦を決めたいと思います。というかこれ星型と丸型味変わんなそうだけど、食感でちょっと味の感じ方が違うと思うし、ビルドチョコ普通に美味しいですから、これをね超えられるかどうか検証しよう。まずは大当たりを目指して開けましょう。まず外箱にはルパレンパトレンが載ってて、丸いチョコになってて、キャンペーンの応募の大当たりとかライト版のメッキとか、上にもパトレンルパレンで、後ろ側にはキャンペーン詳細が載っておりますね。本当にこれさ当たるの？毎年ね、YouTuber たちが、ガングレビュー YouTuber たちが大量に買ってる動画が投下されますけど、まあ、僕は、そういう動画をね、上げないつもりです。だってまた、あれでしょ？売ってんでしょどっかに。ダメなんだけどさ、本当は。この間、とあるお店でミラクルライダーボックスのビルド版売ってるのを見ましたよ。2万2000円でしたけどね。高い！高い！とりあえず自力で当てたいところではありますが、僕の動画はこの10個開けて終わりかな。行こう！それでは1個目。せーのーよ！お！こういう感じなんだね。小袋があって、ルパンエンブレム、シルクハット的なデザインで、裏側には何もないから、要はここに大当たりが貼ってあるってことなんですよね。当たりの場合はシールがペタッと内袋に貼ってありますよと書いてありましたから。で、お菓子はというと、丸い形状になってて、パトレンの手錠をイメージしてるとか、そういうことなのかな。結構量入ってる。いただきます。お、安定のうまさ。うん、完全なるキューレンジャーチョコ。ちょっとキューレンジャーチョコと後で食べ比べよう。それでは2個目いきます。どうどん。あ、いや、今度はパトレンの警察エンブレムマークだ。これが V と S で VS になってるんですよね。そして当たりはなし。箱の内側も一応見てみますか。ないね。さらに、三つ目、ドドン！ないね。四つ目、せーのを、よっと、ルパレンパトレン！ないね。まあ、ルパレンパトレンというか、パトレンだったけど。パトレンだったけど。でも今週からついに始まりますよね。はい、ない。5箱目終わったよ。6箱目。あ、あ、あ、ん？なんだこのマーク。パトレンジャー3人だ。さっきまで VS のマークばっかだったけど、これ、
裏側に当たりあるんじゃない？ドドン。ああ、ないか。特殊内袋だったから、なんか変わってると思ったら、そうでもなかったね。中側も、ないもんね。残り4つです。せいの、ドドン。あ、またこれもちょっと違う。今度ルパンレンジャーだ。さっきはパトレンジャーで、こっちはルパレンですね。これはどうだ？なくて、残り3つでございます。8個目！あー、来ないねー。来ないねー。9個目、つい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 。今回最後、10個目、せいの、ドン！あー、あー、うん、あー、ビルだった。なんかシールに見えた。はい。ということで、以上でございます。10個開けたぐらいじゃ、当たんないってことっすね。じゃあ、ここからは、スーパーヒーロータイムのお菓子、結局どれが一番美味しいんじゃないか説。じゃないか説というか、ビルドチョコが一番美味しいんじゃないか説が僕の中であるんですけど、食べ比べよう。見た目的にはどれも同じチョコパフ素材を使ってるように見えますよね。これがルパレン、パトレン、キューレン、ビルド。じゃあ、まずはパトレンから。うん。いつもの味。みんなが想像してるいつもの味。で、キューレン、星型のやつね。いただきます。あー！なるほど！同じ味。同じ味なんだけど、うまいうまい。うまいけど、やっぱね、チョコの感じ方が全然違うのよ。こっちだと、うん、かなりさっぱりして、軽いチョコの味を感じる。で、こっちだと、うん、しっかり甘みがあって、あ、やっぱ、形で、味は一緒のはずなのに結構違うぞ。では、三つ目のビルドチョコいただきます。うん、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 うん。逆にこっちはね、中のこのチョコが染み込んでない部分が多いから、ルパレン、パトレン、これ。でもこっちもそこそこ染み込んでないのか。あ、でも味ね、同じはずだけど、だいぶこう、口の中に入れた後の感じ方が違って、ちょっと順位決めていいですか？ドゥルル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 ルそして2位はドルルルドン、ルパレンパトレンチョコ、ドルルル、3位はドドン、ビルドチョコ。あれ？ビルドチョコなんか僕の中で一番美味しかった記憶があったけど、今こうやって食べ比べたら、こっちの方がうまかった。いや、キューレンチョコ美味しいよ。これすごいチョコを感じる。うん。これ皆さんもぜひ食べ比べてみて、味は同じはずなのに、こう口の中に入れると感じ方が違うのを体験してみてはいかがでしょうか。とりあえず10個開けましたが当たりませんでしたので、まあ、またこれは何か機会があれば、ゲットできる機会があればレビューしたいと思います。一応キャンペーンページは概要欄にリンクを貼っておきますので、応募はがきの PDF もありますから、それを使って、これ下側、あれどこだ、ここだ、横側に応募券があって、この3枚を使って発送すれば切手を貼ってね、当たる可能性もありますので、大当たりが入ってなくてもまだ諦める必要はなくて、ちゃんとね、応募でも当たる可能性がありますので、そちらでも頑張ってみましょう。この応募とか僕全然使ってなかったから、今回とりあえずちょっと応募してみようかな。以上、レオンチャンネルのルパンレンジャー VS パトレンジャーチョコの10個開封&チョコガチ頂上決戦動画でした。キューレンジャーチョコ何気にめっちゃ美味しいぜ。